キーのながらビューティーエクササイズ月末編、イエーイ。だいぶ見慣れた背景になってきたのではないでしょうか。すいません、今日も来てます。どんだけ通うんだと言われそうですが、考えてみてください。アラフィフなんで3週間に1回染めておかないと見えてはいけない白いものが若干見えてきてしまうので、3週間に1回は来ております。ということで、お気づきだと思いますが、まあ、月末ですからゲストさんこの方です。ご登場いただきましょう。イエーイ、赤岩先生です。こんにちは、赤岩です。よろしくお願いします。どうですか、反響は。特に言ってないのでまだ。おい、はい、すみません。ちゃんと宣伝してくださいよ、ね、だってね、先生やってるんですよ。そうです、ね、教えてるんでしょ。そう、あの美容師さん、プロの美容師さんとか、うん、美容学校生とか、あと地方の美容師さん。だったらそこで一言言うだけで再生数上がりますから、ね、うん、恥ずかしがってる場合じゃなかったね。そうだよ、はい、言ってよ、お願いしますよ、はい、しっかり宣伝します、はい、頑張ります。ということで、はい、また、何回か後ぐらいにどうか聞いてみたいと思いますが、はい、頼みますね。はい、はい、大丈夫です。本題に入ります、はい、今日は、うん、見てください、わかりますか、私念願の可愛 い, い、うん、かわいいかな、まあ、フリンジ作ってもらいました。作りました。ただですね、うん、私が要望を出してたのはこの長さのフリンジだったんですが、見てください、相当短いですよね、これね。これどういうことですか今日はね、あのフリンジを作りたいっていうね、はい、うん、この辺までのね、あの AKB みたいな、そう、うん、却下です。もう、はい、まあ、年がね、年ですから、まあ、ね、うん、考えろと。そうです、はい、それもあったんですけど、もっとちゃんと裏付けできるような理由があったんですね、はい、もちろんそうです。教えてください。はい、はい、あのですね、フリンジをね、こう皆さんフリンジっていうと、もうそのアボぐらいと長いのイメージする方多いんですけども、うん、これね、カゴにね、こうまっすぐな縦長の線を置いてしまうと顔がね、長く見えちゃうんですよね。で、顔が長く見えるということは、縦長になればなるほど老けて見られる。僕らにとっては天敵ですよね。絶対に嫌だ。そうですそう、そんな理由でこの長いやつを却下して、で一番ね、あのこう顔のバランスに最適な、これね、女性にはすごくいいバランスなんですけども、この女性ってリップラインで口紅がありますね、うん、ここにね、来る毛先はね、実は一番ね、あの綺麗とか可愛いとか言われてます、うんうん、今日僕が狙ったのは、うん、この頬骨ってどうしても皆さん高くなるんですけども、ここを隠しつつのリップラインに向かうフリンジの長さを今回作ってあります。で、ここにこういうカーブが入ります。で、僕はあの前回も言いましたけども、パッツンは切らないので斜めにして、さらに、このフリンジの横にもちょっと長いのがあります。これもミニフリンジで、前髪にくっつけてるんですけども、ここから丸くなって、さらにリップラインに入っていくと、こうちっちゃな丸ができるんですよ、顔に。そうすると小顔に見えて若く可愛く見えるというフリンジを作りました。じゃあちょっと今日はあの私小顔に見えてますか、ね、皆さんどうだろう、あ、ね、見えてるはず。そう、僕がちょっとないよね。あ、そういう遠近法使ったらダメでしょねえ、で、うん、聞いたらやっぱりこの長さに切ってもらっちゃいますよね。うん、まあフリンジ一つ取ってもそういう効果が得られたりするんですね。すごい重要です、顔周りはね、はい、ということはこれはあのフリンジを作りながら小顔効果が期待できる、うん、ということですね。はい、ながらビューティーでまとまりました。うん、強引な気はしますけど、ね、はい、大丈夫だと思います。ながらビューティーです。はい、ありがとうございます、はい、ということで皆さん、フリンジを作るときはあの年齢を考えた、うん、何でしょう、長さはを出すなら若い人はいいけれどもっていうことですよね。そうです ね、あとはその年齢とその人に合わせた正しい選択をしたフリンジを作って、うん、はい、はい、いただきたいと思います。短くすると小顔効果が期待できます。はい、あります。はい、ということで今日はフリンジのお話でした。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。